あっちゃん、龍之介、この小屋にいる子は名前はエルビスと言うんだ。やっぱりこの子も恵まれない環境で暮らしてきたんだよ。食べるものだってほら、まともとは言えないよね。この鎖、それも鎖につながれたままでこの場所にずっと。あっちゃんもつながれていたよね。でもね、エルビスはそれよりも長い間、犬にとっては永遠と言えるほど長い19年間も冷たい飼い主によって一度も愛されることもなく、不衛生な環境で19年の間に優しくもしてもらえず、一人ぼっちでずっと頑張って生きてきたんだよ。エルビスにとっては不思議だったんだ。どうしてこの人は僕に優しく話しかけているの？人間に優しくされたことがないから、エルビスには意味がわからなかったんだ。でもね、この小屋からの一歩がこの子の運命を変えるんだよ。幸せになるんだ。こんなにガリガリに痩せて、体中の皮膚病もひどいね。耳にも虫が。でももう大丈夫だから。あっちゃんがそうだったように、鎖でつながれ続けたせいで足はボロボロ、歩くことも努力が必要なんだ。もう少しだよ。そう、頑張って。19年間一人ぼっちで友達もいないエルビスは、友達が欲しいって、本当に欲しいと初めて思ったんだ。優しく話しかけられて、食事をしたこともないエルビス、もらい方もわからずに戸惑っていた。するとタキスシェルターの先輩が教えに来てくれたんだ。エルビス、ここでは安心して美味しいご飯を食べていいんだよって教えてくれているんだ。そう、エルビスは一生懸命に食べた。元気になるために、エルビスの青春はこれから始まるんだから。こんなに仲間がいることを初めて知ったんだ。大丈夫、焦らないで。必ずエルビスの友達はできるから。19年も一人ぼっちで過ごしてきたエルビスは、どうやって友達になればいいのかさえわからないんだ。ボロボロになった足で必死で歩いて近づき、友達になってお願いをしているんだよ。大丈夫、自分に言い聞かせながら、今までの牽制を取り戻そうとエルビスは一生懸命に歩いたんだ。あっちゃんも鎖でつながれ、4年間も散歩を知らなかった。でも今は元気にお散歩も上手にできるよね。だからエルビスだって絶対に幸せになれるよ。エルビス、お友達と仲良く遊べるようにいっぱい食べて体力つけなきゃね。エルビスはこれから仲間たちと仲良く遊べるように毎日毎日頑張っていっぱい食べるよ。ほらね、あっちゃん、エルビスは食いしん坊になったんだよ。ここでみんなと楽しく遊びながら、素敵な家族に迎えに来てもらう準備をするんだよ。
エルビスにとって今までの辛く苦しい19年間よりもずっと有意義な1秒を生きているよ。あっちゃんも心の傷は PTSD となって突然フラッシュバックで苦しい時もあるよね。でもね、龍之介もマサルもママもお父さんだって一緒にいるから大丈夫だよ。エルビスだってトラウマがあったって大丈夫。もう一人じゃないから。